マシン X、マシン X、マシン X とは、テレビドラマ、セイプ警察、パート I 第45話から登場した、初代大門軍団特殊車両で、日産、スカイライン 2000GT ターボ、KHGC211 型、通称ジャパンをベースとしている、架空の車両。パート E の第47話では、MX、MX とも呼称されている。 ナンバーは、品川 58E97 から35、登場時の一部の映像では、玉 58N97 の35となっており、パート E の第47話では犯人により付け替えられ、品川58と41の52となっているだが、パート E では、品川57た97から35となっていることがある。52種類の特殊装置を搭載している。 特殊車両で、主に大門団長が運転する。出動の際は、エンジン音から、暗闇に光り出す、パトランプから、サイレン音、当時一般的だった、ファンファン音ではなく、ポーポーピーというフランス式、ガレージオープンの順で現れる。また、始動は、キースイッチから、マスターキーから、イグニッションの順に、o n にし、最後にスターターボタンで、エンジン始動とい、 ベースカード用の複雑な方法となっている。ベースモデル、1980年式日産、スカイライン 2000GT ターボにドアハードトップ、KHGC211 型後期型、通称ジャパン。一部は型を変えるなどして、実際の警察車両などでも実用化されている。西部所管内で、銀行強盗を襲撃して、現金を強奪し、マーキュリー、 で、逃走するという事件。犯人役は、片岡五郎、椎谷健二、長岡哲夫が多発。大門軍団の覆面車では、違法な中運を施され、しかも、永久ライセンス保持者である犯人が運転する、クーガーに追いつけず、谷刑事の指示により三台の覆面車で挟み撃、しようとしたところ、車の運転に、自信のある、桐流刑事が、独断行動に出て、 覆面者でクーガーを無理に深追いしたため、民間人を跳ねるという不祥事が発生してしまう。このことがきっかけで、小暮課長は日産にマシン X の納車を前倒しさせる。かねてより、西部署には小暮の言葉から、捜査課に新人が来るという噂が流れており、二宮が仮庁以下軍団刑事たちは、大門が更迭されて、代わりの人間が来る、と思い込んでいた。そんな折、 ついにマシン X が納車され、ダイモン軍団は新しい仲間の加入に喜ぶ。この時、ダイモンは運転を気流刑事に任せている。その日の夜、気流刑事は早速、マシン X のサーチライトを駆使して、クーガーを追跡し、搭載されているスチルカメラで撮影するも見失ってしまう。なかなか姿を現さないクーガーに、ダイモン軍団は焦りを感じ始める。 最終手段として、ダイモンは、松田刑事と、現場刑事による、おとり捜査を決行し、クーガーをおびき出すことに成功するものの、犯人による、マシンガンの銃撃で二人が乗った車は、横、おびき出されたと知った犯人に、松田刑事が拉致されてしまう。マシン X でクーガーを追跡するキ流刑事は、マシン X の特殊装置の一つである、発進ペイント弾をクーガーに命中させ、 レーダーによる追跡を開始するが、それでも、なぜか見失ってしまう。スチールカメラで撮影したクーガーの写真を見ていた、ダイモンと小暮は、全く違う場所で撮影された写真に、クーガーと一緒に同じ大型ラックが映っていることに気づき、クーガーは普段この大型トラックで搬送されており、さらにトラックの荷台はレーダー波を通さないアルミ製で、あると推測する。 トラックのナンバーはすでに二宮によって手配されていたが、一向に見つからない。そんな時、東名高速道路の川崎インターチェンジから30分前に手配のトラックが通過したという連絡が入った。トラックの現在位置は厚木付近であると推測したダイモンはヘリで出動し、小暮はマシン X に乗る気流刑事に東名高速に入るよう無線で指示を出す。ダイモンは 透明高速道路の厚木手前を走る気流刑事にトラックが法定速度の時速80キロで走行していると仮定した時マシン X が追いつくまでの時間を搭載してあるコンピュータで計算させる。するとマシン X の最高速度である時速240キロで走ると10分35秒後に追いつくという回答が出る。気流刑事はマシン X を 時速240キロに加速させ、透明高速を走行している一般車を次々と置いてトラックを追跡するが予定時間になっても該当する大型トラックが見当たらない。ダイモンは気流刑事にすぐ近くの足柄サービスエリアを捜索するよう指示した。そして気流刑事はサービスエリア内でついに犯人たちの大型トラックを発見する。ダイモンの指示で 大型トラックを監視していた気流刑事はトラックの荷台からクーガーが出てくるのを目撃する。透明高速を走り出したクーガーを追跡するマシン X。犯人たちは警察がここまで追跡してくるとは思っておらず全速で逃げ始める。ダイモンは気流刑事に五点バインターチェンジからクーガーを一般道路に追い出すよう指示する。一般道路に出たマシン X は 追いついてきたダイモンの乗るヘリとの連携でクーガーを道路脇の山道に追い込み、ついに行き止まりまで追い詰める。クーガーから降りた犯人たちは松田刑事を人質にとって抵抗する。ダイモンと気流刑事は地形を利用して一時味を隠し、犯人を分散させる。不審に思って、辺りを探し始めた犯人を仕留めるダイモンと気流刑事。人質になっていた松田刑事を、 クーガーから救出したダイモンは、クーガーに向けて、ショットガンを撃つ。クーガーは爆発炎上し、拳銃で抵抗していた最後の犯人も爆発に巻き込まれて死亡する。その直後、気流刑事の後を追ってきた、谷刑事、金子刑事、源田刑事の黒パトが、ようやく到着し、炎上するクーガーを見て、事件の解決を知るのであった。捜査課の課長室では、小暮とが、 事件解決を喜び合う。安堵し背広の内ポケットからハンカチを取り出して汗を拭う二宮であったが、ハンカチと一緒に忍ばせていた退職願いを小暮に見つけられてしまう。小暮は退職願いを手に取ると細かく破ってゴミ箱に捨ててしまう。西部署へ帰る大門軍団。気流刑事がマシン X のコンピュータにキーパッドでコードを打ち込むと、モニターには 一件落地役、一件落着と表示される。パート I の第69話、マシン X 爆破命令では、夜中の西部署にかかってきた電話に銃声と女性の悲鳴が入っており、当直の法上刑事は、マシン X で現場の公園に急行する。法上刑事がエンジンをかけたまま女性を探していたため、マシン X 暴奪という陽動作戦に引っかかり、 現金輸送車襲撃を狙っている犯人、藤倉、円藤木隆に乗り逃げされてしまう。この回で、自爆装置のスイッチが課長室の引き出しに隠されていることが判明し、マシン X が発見されないことを原因に、小暮課長が自爆装置のスイッチを押そうとした寸前、北条刑事から発見の連絡があり、自爆を免れる。その後、 現金輸送車襲撃計画を企てようとしていた。犯人に拉致されてしまった北条刑事とマシン X は、大門軍団の手で取り戻すことに成功する。パート E の第14話まで活躍し、後継のスーパー Z マシン RS が登場してからは、コンピュータの回線はすべてオフにされた状態で、警視庁特殊車両課のガレージに保管されていた。しかし、パート E の 第47話、戦士をさらばで、かつて飲酒運転の上、引き逃げを起こして逃走し、マシン X を運転する北条刑事に逮捕されたことを逆恨みする、電気メーカーの元エリート技術者、尾崎光一、園、林ゆかによって盗まれてしまう。次々と、引き逃げ事件を起こして逃走するマシン X を追跡する大門軍団だったが、五大刑事が、 RS-3 に搭載されたビデオカメラで撮影した映像を検出した結果、犯人がかつてメーカーで研究していた技術を用いて無線操縦者に改造されていることが判明する。さらに、車内に次元爆弾を搭載され、誘拐された印刷工の娘を後部座席に乗せたママそうです。山形刑事と北条刑事は RS-2 のシグナルコントロールで前方の信号を 赤信号に変えて、マシン X を停車させ、その間に、ドアにも起爆装置がセットされているため窓を割って、人質を救出しようするが途中で信号が青に変わってしまい、失敗に終わる。しかし、RS-3 により無線誘導コードの一部が解析され、運転席側の窓を開けることに成功し、法上刑事が RS-2 からマシン X の運転席に乗り移る。 その後ダイモンと鳩村刑事により尾崎は逮捕され、マシン X の無線誘導は解除される。無事人質を救出するが、爆弾の爆発までの残り時間がわずかとなり、北上刑事はダイモンの指示で近くの空き地にマシ X を走らせる。時間ギリギリで北上刑事は脱出し、マシン X はついに爆発、炎上してしまう。ただし、このシーンに使用された車両は影武者。 後日、炎上するマシン X に向かい敬礼する大門軍団。同じ頃、捜査課では佐川が机に置かれたマシン X の写真の隣にブランデーの入ったグラスを置き、小暮と共に敬礼してマシン X を忍んでいた。大門団長以外にも、桐流刑事、松田刑事、北条刑事が運転することも多く、大門不在時には主にこの三人のうちの誰かが、 運転していた。登場当初は、成田空港から海外逃亡しようとした犯人を逮捕するために、松田刑事が運転して、あまりの速さに驚くシーンがある。また、パート E 第10話では、静岡県警から、団員全員が出動するシーンで大門が、ヘリコプターに登場したため、沖田刑事が、パート I93 話、氷点下の激闘のエンディング直前では、大門の指示で、平尾刑事が、 それぞれ一度だけマシン X を運転している貴重なシーンバル。前日のマシン X 爆破命令では、奪われたマシン X を無事取り戻した後、キリュウ、松田、ゲンダの三人がマシン X の運転権を奪い,い一度はゲンダ、ケージが運転席に座るものの、ダイモンに似合わないんだよ。交代、交代。と言われて、あえなく明け渡すというコメディタッチのシーンがある。 この他にも、源田刑事は、マシン X の運転をめぐって、松田刑事とじゃんけんをする、もけたりと、なかなか運転する機会を与えられなかったが、第53話、特ダネの罠で、捜査家事務員、山野義子の歓迎会が行われた夜の到着時、及び、第114話、FBI、指名手配。での犯人追跡時、2回の運転が確認できる。 マシン X のパトランプは、助手席側の機械の上に設置されており、そのまま車内で点灯される。ただし日産ギャラリーで行われたお披露目式や、登場初期のエピソードでは、屋根の上に設置されており、一部のプラモデルやミニチュアカーではその状態で製品化されているものもある。ただし夜間では、車内でパトランプが点灯していると非常に眩しく、 運転に支障を来たすために屋根に設置されたこともあるが、パート I 第45話、夜間でも、車内で点灯させていたこともある。パート I 第69話や、パート E 第47話など、マシン X の助手席スペースはシートが外され機械が設置されているため、人が乗り込むことはできない。そのため、パトランプの屋根への設置は運転手が行わなければ、ならないが、走行中に、 それを行うことは危険であるため、発車前に行うか一度停車しなければならない。そのような時間を節約するために、車内で点灯させることが前提になっていると考えられる。また、車内点灯することで緊急走行中のシーンで、運転する俳優の顔に赤色の光が当たり、印象的な映像が演出できるという側面もある。マシン X は、 劇中設定上の台数は1台であるが、撮影用に制作された車両が複数あり、それぞれグレードが異なる。パート E 以降のエンディング映像では、ガゼールとサファリの後ろに、マシン X ラキスカイラインが2台並んで、走行しているのが確認できることを一例として、画面左側を走行しているのが、メイン車両で、ナンバーが97から35になっている。 右側はおそらく予備車両のうちの1台、一節には、スタント用、撮影用など7台が制作され、パート E における爆破シーンでは、状態の悪い同型車、ダッシュボードの形状等から C210 前期型と定の外装を、マシン X 風に仕立てたダミーカーが使用されたと言われる。実際の撮影用車両については、番組終了後、1984年、 昭和59年11月29日、広島市中区上谷町の三毛モール屋上にて、再行された、さよなら西部警察フェアに出展されたが、その後校の場に現れることはなかったため、現存するか否か、長年真相は不明とされてきた。しかし、2014、平成26年5月、複数台用意されたマシン X のうち、日産自動車によって納入されたメイン車用、グレードは、 ターボ GTE だが途中からリアのエンブレムが GTEX に変更されたが都内に現存していたことが明らかとなり、レストア中の姿が写真集、西部警察レジェンド Q、青車に掲載された。メイン車両はパートアイライ70話付近より、運転席、側ドアのストライプが欠け、フロントガラスに車検ステッカーがないことが映像で確認されるが、こうした特徴も、 電車と一致する。レストアを手掛けた業者によると、撮影終了後、20年以上、石原プロモーションの倉庫にカバーをかけて保管されており、東日本大震災後の倉庫整理の際、かねて石原プロと信仰のあった当該業者に移常され、ファンの後押しもあって、レストアの実現に至ったという。その後、西部警察レジェンド10では、一応は、 走行可能な状態までレストアが進んでおり、西部警察レジェンド十二でレストア完了と告げされた。一部の装備品は当時撮影に使われていたものが撤去され減損しないため同型のものを新たに探し出して装着している。二千十六年平成二十八年一月九日から一月十一日には東京都調布市で開催された石原雄二郎店に出展され、 約30年ぶりに、公の場に姿を見せた。その他、長野県岡谷市のプリンススカイラインミュージアムに展示された車両をはじめとして、レプリカも多数制作されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。